さあ、それではチャンピオンズミーティングタウラス杯、ラウンド2 A グループやっていきましょう。前回はゴルシちゃんにしてやられつつもなんとか上位グループいけたんですけど、今回はまあ私の勝手な予想なんですが、追い込みキャラがかなり強いんじゃないかなってなってたんで、なんか何人かの方が勝手に追い込み対策してゴルシちゃんが下がってるとかそういうことも期待したんだけど、全然下がってねえや。やば。よろしく。これどうだろうな。周りのメンツが一回り強力になった感じはしますね。さて、記念すべき第一レースはノーカットでお届けしますよ。そう、ゴルシちゃんにデバフ入れたかったらな、もっとスピード落とさなきゃダメだったよなとか反省しつつ、とか思ったよりゴルシが多いね。確かにゴルシちゃんは強い部類ではあるんだけど、ここまで多いのは予想外だった。うん。さてさて。次へとつなぐ大事な一戦。馬娘たちが全身全霊をかけて。全身全霊。持ってる人いるのかな。人気は三冠馬娘ライスシャワー。ライスちゃんすげえ久しく見た気がする。おお、この二人並んだぜ。ここまで無敗、三冠馬娘ミホのブルボン、三冠馬娘マヤのトップが、三冠のバーゲンセールやめろ。注目株の馬娘だ。火花散らすデッドヒートに期待しましょう。ゲートイン完了。さあどうなるか。今スタートが切られました。マヤノちゃん出遅れたからもう終わりでしょうね。さあダブルゴルシが怖いけど、あの二人が勝手に競り合って潰し合ってくれたら嬉しいんですが、さあどうなるか。どうやら逃げは私のブルボン一人のようですね。スーッと行きましょう。かからなければいけるんじゃね。でネイチャーが6ってことは、お相手の何かもう一人追い込みいるな。誰だ、ゴルシはわかる。追い込みルドルフか。固有を発動させようとしているね。確かに9人レースだとそうなるか。今のカメラに映る、あ、大使いたか。追い込み3人はな。さあ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 、もうちょっとで決着の時は早いからな。ネイチャーが睨んでくれたらルドルフとかはなんとかなるかも。でこの中で誰か2人は落ちるんじゃないかな。ナイスささやき。結構距離近いなこれ。ですが私のブルボンと前野のダブルブロックによっていい感じに防げてるんじゃね。意外に前野頑張ってんな。かかってたから、いや違う、出遅れてたから厳しいと思ったけどね。抜けてんね。いいよいいよいいよ。追い込み同士で潰し合ってんなこれ。やっぱりざまあないぜ。抜き出る。ヒャッホー。追い込みためらいがいいタイミング出てるな。よしライスを止めろ。ただまだ距離あんな。うわー、来やがったな。いけるか。うーん、抜けたな。やっぱ追い込み強えな。そしてライスも通ってたね。やられたぜ。対ゴルシの勝率が悪すぎるなこれ。ちょっとで最後にごぼう抜きされてますね。さあまあ大体こんな感じなんで、であれかな、 A グループ行ってるから追い込み増えたんじゃねえかな。やっぱ増えたか。エアグループ育成する人そんなにねえから、まあデバフって結局ね、本人の性能も落ちるところはあるので、デバフをかける側もね、その分加速スキル詰めないんで、ふーん、やっとけば俺はずっと追い込みすっけどねみたいなパターンもあるでしょうね。エアグループいますね。私はエアグループ無効ですからね、ほぼほぼ。そういう意味では助かるんだが、そう、せいぜいゴルシの邪魔しといてくれよ。さあ、ドゥルルルルー、ドゥルルルルー、かかっちゃった。望むところよ。さあ、逃げが今回は結構いるね。綺麗に3グループに分かれてる感じになっていますか？頑張れブルボン。鈴鹿は割となんとかなる印象あるんだよな。逃げためらい先行。
さあ来たぜ、ブルボン固有。発射。発砲睨みと追い込み。うわー、エアグルーブ早いな、あれ。デバフをするようで、実は、ただ普通に勝ちに来てるグルーブの可能性もあるんだよな。よし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 。なんかグルーブさんがゴルシュ潰してくれたおかげで勝ってる感じあるな、これ。ありがとうございます。そう、エアグルーブを採用して、ゴルシュ止めようとすると、私みたいなパーティーに、好き勝手やられちまうわけだ。さあ、次のレース。出遅れた。しかし、ネイチャに関しては、望むところよ。プロフェッサー。マイストロー出てなくね？ささやくの早いな。うわ！固有出ない。これが、ブルボンきついところよな。これは少々厳しいか。本人の素のスペックだけでまだ勝てる可能性もあるとは思いますが。分かっちゃった。おー、デバフ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 。デバフ入れまくる。で、やっぱゴルシなんだよな。あれ？ゴルシあれ？今のカメラワークでゴルシ出てきてねえし。わーい。B には決定しました。このまま勝って、A への進出を決めてほしいですね。変にメタが回ってる感じがするかな。メタっていうのはいわゆる対策なんですけど。私はその辺の環境をガン無視で今回やっとるんで、ある意味、いい流れかもしれないね。さて、追い込みは一人だけか。じゃあちょっとここでスキル見ていきましょうか。他の馬娘の情報も見ようぜ。不調はちょっと厳しいよね。ゴールドシップ S プラか。パワーが大丈夫そうって思ったら、芝と中距離 S だから思ってるよりは強いやつでしょうね、これ。スキル的にはプロフェッサーと異常なし。なるほど。で、二つの固有スキルが持ってる。査定的には確かにあまり強くないんですけど、固有スキルって発動タイミングが偉いことが多いので、なんでゴールドシップ結構、終盤の追い込みの部分、最後の最後のスパートで結構伸びてくるんじゃねえかなと思います。気をつけましょう。まあ、気をつけるも何も運ゲーなんだから、杖。ほー、金スキル5つ持ち。ステータスとしてもスピードが SS か。なるほど。先行でこれだから、どれだけ勢いに乗っていけるかでしょうか。これは？これわしのか。こうしてみると、わしのブルボンもなかなかまあまあ、やるじゃん。強いですよ。これがお相手のブルボン。芝と中距離が S か。適性上げてきてんな。数値以上の強さあるかもしれませんね。で、これ、ネイチャー。デバフ入れてきたやつおるぞって思ったら自分でした。はい。おー、ルドルフ。これ、怖えな。プロフェッサー、マエストロ、一陣と、まあ、スタンダードなスキルが揃っていますが、この捨ては怖いな。まあ、ただ、この、ルールにおいて、4人抜くんだっけ ?3 人だっけ、うん、3回か。それがちょっと厳しい可能性はあるんですよね。思ったより脅威じゃない印象があります。これ怖いな。根性こそありませんが、賢さが B に乗ってるところがちょっと怖いですね。で、新しい方の帝王。こっちは、あんまり意識してないけど、レースプランナーとかあるからな。お、終わりましたね。では、レース行きましょう。こうしてみると、ステータス的には決して負けてはないし、いけるんじゃね？頑張るぜ。一匹狼が発動した。ラッキー。というか、あれだね。発動してないことも結構ある気がするので、やっぱみんな一匹狼は誰かにつけてるんだろうね。お安いスキルだし。さあ、現状はこちらのブルボンが負けていますが、こちらのブルボンちょっとだけ根性高かった気がするから、まあ、その分競り合いで勝てなくもないでしょう。信じていますとも、こちらは金の回復スキル2つ持ちですからね。長く競り合えば勝つのはこちらよ。ただ、後ろから、さっきのシンボリルドルフと東海帝王が後ろからすごい勢いで突き刺してきそうだからちょっと怖いよね。さあ、後方からネイチャーが睨んでいますよ。
こう。でもさっきの位置での発砲睨み、ささやきだっけ、どっちでもいいけど、ゴルシに入ったっぽいよな、位置的に。ありがてえ。そう、ゴルシが強いのはあくまでその辺のデバフがネイチャーの射程外だからであって、射程内に入ってさえくれればなんとかなるんちゃうけ。さあどうじゃ、どうでしょう、この展開って言ってんだから解説答えろよ、かわいそうだぞ。さあこの木を乗り越えた瞬間からが勝負よ。意外とスパートかけれてねえな。逃げためらい先行、追い込み、発砲にらみ、差しためらい、全部ためらえ。これ自分で潰し合ってないか、前野ちゃんちょっと出れてないね、申し訳ないことをしたぜ。ですがこのスキルで出れるか。よし追いつけ、来た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 、やっぱバランスですよ、人生バランス。スタミナでここでのスパートで勝ったか。しかし帝王が来てるか、帝王早いな。帝王とルドルフがやっぱしてやられたぜ。あれスキル出たかな、やるじゃん。2着じゃダメなんだよ、ビリと一緒だからね、悲しいけど負けたぜ。さあ最終レース、これで勝てば私は決勝グループに進出できますが、負けてしまったらまた頑張って走ってって感じですかね。さて、さっきとメンツが、うわネイチャーおるやん。ってことは向こうも考えること一緒か。やはりブルボンミラー、ブルボンは勝てる、ブルボンミラーなら勝てる、大丈夫です、ブルボンミラーで負けることはない。問題は後ろの方だな。ゴルシに抜かれたタイミングで睨んでくれないかなと思ったけど、ちょっと厳しいかな、位置的に。これはもう無理っぽいな。ダブル帝王が後ろから来てるのもちょっと怖いか。合っていますね。ネイチャーの位置7か、2人ほど止められないが、向こうのネイチャーのデバフも怖いところですね。マジかよ。さあゴルシちゃんがスーッと来てますね。嫌な光景だよこれ。さあ逃げ差し、私のブルボンに赤のあれが出てこなきゃいいんだが、うわ出たな。さあツートップだ、行こうぜ。来た、ゴルシが来る前に逃げ切るんだよ。ブルボンに赤のあれはまだ見えてないから、まだいけるかもよ。うわーさ、速度下がったか。さあ逃げ切れ、ゴルシが来てるけど、これなら逃げ切れるな。よし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 、勝利のコドゥー、これは残ったな。よっしゃー、もうほぼブルボンに依存してるな。まあ、でも前野ちゃんもたまに勝ってるから、うん。わーい。というわけで私のパーティー、決勝グループ進出でございます。やったぜ。A グループです。わーい。レース結果。まあ、ギリギリでしたけど。やり申した。イエーイ。この報酬地味に美味しいよね。で、あれか、チケット使えば、特に、失うものなく走れるから、何回も参加して、
A に残ろうっていうことなんですかね、多分。しかし今回は一発なので私はこれ以上走らなくてもいいんだぜ。やったー。まあ、報酬のためには走った方がいいんですが、優雅に走れますね。はい。では、次回決勝ラウンドでお会いしましょう。ありがとうございました。